え、あのボルバルザークさ、何枚いるん正解？俺4枚が正解やと思うんやけど。40枚採用はデッキがパンクしちゃうな。パンクブーブーな。だからさ、お前シールドトリガーで同じカードばっか来んなよ。 0.5 枚。飯島、直人って読むんかな、飯島直人さん、頑張れ、ありがとう。まずは1枚目。ちょ、にシールドトリガー来すぎだろお前。あ、ナオトって読むの、直人やと思った。なあ、もうだからお前何枚シールドトリガーくんだよお前、ふざけんなよお前、なんなんだよマジでこの運ゲーはよ、シャッフルしろよ。ちょマジでシャッフルしろよちゃんと。おお、これだから、ちょお前すぐ怒る、きつい、きた怒る、もうお前シールドトリガーばっかくんなってマジで。なあ、小賢しいぞマジで。うわ、もうな、小ざいねんマジでよ、シールドトリガーばっか来んな。シャフラ初期からおかしい。てかこのシールドを毎回来るとなんかちょっとイラってなるような、なんか小ざかしいな、小ざかしいね。で来ないやろね。うん、まずは1枚目出直しな。この動き見え切れるか、ね、いいね。またエリクシアで魔王魚してやるぜ。俺に勝てるということ自体は過信するな、俺に勝てるっていう風に。だから6000のクリーチャーはなんかでも相手のバトルする時破壊されるんで、邪魔なカードは消える運命にあるということを俺が教えてあげるよ。じゃあまずは1枚目天地の構え、天地一体、天地の構え、天地一体、多色めろよ、多色、多色入るんだよマジでよ。もうお前来ないねんさっきからよ、多色入るな。まあどちらにせよでもエリクシャーを召喚することはできるし、まあまあまあ理想の動きはできなかったしよ、私が勝つという未来は変わらないんだよ。竜こそが最強だと、私こそが最強なんだ。見せてあげるぜ。じゃあアクアサーファーを生贄に捧げて、まあエリクシアを召喚するっていうのも、まあ、まあここはエリクシアでもいいような気がするな。でもまああのウォルバルザークが来てもまあナチュラルトラップあるんでね、まあウォルバルザークとかにやっぱナチュラルトラップ使いたいもん。悪を打つために参ります。1万5000のトリプルブレーカーブロッカーの前ではお前は俺を触れることはできないんだ。私の名前を呼んだか、決着をつけ。だがそのカードですらやっぱ7000なんてもうなんか弱すぎるよね。うん、正直俺に触れることすらできないからね。もうメジキュラも微妙な気はするけども、スカイソードがちょっといらないかな。うん、いけざん。まあ焦る必要性はないけども消えてもらうか。ナチュラルトラップ発動。1万5000のトリプルブレーカーはなかなかよく、さらにグライスメジキューラ召喚、これが廃課金構築だ。でここで焦らないというのも重要やと思う。まあちょっと一旦待とうかな。もう一ターン、ここでトリプルブレーカーするとせっかく有利な盤面というものが、弱い盤面になっちゃうので焦らないのが重要やからね。まあ1万5000がいる限りもう相手は何もできないからね。恐怖の中に見せる我は暴風竜ベルドラだ。小坂氏ね、何もできないんでしょ。だったら見せてあげるぜ。おお、来た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 、ボルバルザーク、いやマジでこの駅最強やね。エリクシアとかで守りつつ終盤ボルバルザークで決めていくみたいな、この動きを突破するデッキなんてありやしないんだよ。8ターン目なんで、まあエリクシアで攻撃するのもありはありなんやけど、まあここでじゃあ1枚いこうか。まずは1枚目、1万5000のトリプルブレーカー。あ、帝王頑張れ、ありがとう。
さらなる鉄槌をもたらさん。シールドトリガー発動。こんさか。でもこのカードをマナーゾーンに置いたところでね、まあシールドトリガーを使わせたというのは、まあどちらかというと上手になるんでね。まあ、いやこれ待ってよ、攻撃するか迷うな。4000のクリーチャーナチュラルトラップをでも発動させたことによって、まあ、ボルバルザーグというものが、まあ、起動しやすくなったからね。まずは1枚目ブー、行くな。え攻撃、でも攻撃ないの。えでもこれあれ殴らない。でも殴ったらはこれなんで行くんだよ。にゃー、こさかしいことすんなよ。え、こさかしいね。え攻撃しないはよかった。これあプレミスタ、ごめんプレミスタか。まあでもどちら、あーまあ小さいねんマジでよー。二角二枚か。まあ威勢のいいガキは嫌いじゃないぜ。終わりにしてあげるよ。じゃあ俺が終わりにしてあげるからよ。まずは一枚目、こっから俺は世界の定義を見せてあげるぜ。エストールは面白いカードやね。エストールから入ろうか。まあちょっと多色が来るのが怖いしね。真理を導くのが朝原将校の教えだった。さらに二角の超人を召喚。大地の恵み。だからお前なんなんなん、もうシールドトリガーばっか、もうマナー送るのやめてくれよマジでよ。何枚シールドトリガーいくねんマジで。どうなってんのこのゲーム、おかしいってマジで。シールドトリガーほとんどシールドトリガー手札とマナーゾーンに行ってるぞこれで。自分のそのシールドゾーンにはシールドトリガーないんでしょ結局。うわお前、だがボルバルザークの猛攻を受け切ることができるかな。魂いや結局ボルバルザークやなほんまに。の世界、あさっき YS さんいつもコメントありがとう、見てるでちゃんと。おい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 、やめろお前で。シールドトリガー来ないんか。ホーリースパークも来ないって感じか。まあこれがやっぱね、あーいー見せ、もう許さねえからなお前。今までの仕返しをたっぷりとさせてもらうぜ。もう許さねえからなお前。ボルバルザーク参ります。マックス村行くぜ。私は何でボルバルザーク2枚降臨だーべー。ボルバルザーク2回のエクストラターンを使うことができるぜ。これがえってかボルバルザークって2体出したら2回のエクストラターンなんのこれ。